クロトリマゾールは人及び動物に用いるアゾール系、心筋感染症治療薬の一つである。漢字ダ症、白線、電風の治療に用いられる。商品名エンペシド。風必水薬品モデルリストに収載されている。各種の外用薬が入手できる。トローチが存在するが、用途は、高校内感染症に限られている。外用液、クリーム白線、眼線。 繁盛小水法性白線、患者打症添風トローチ HIV 感染症患者における高校患者打症、食道患者打症及び全身性の心在性、心筋症には無効秩序患者に起因する窒炎お及び外因膣炎トローチは高中級減少症患者の高校患者打症予防にも用いられる。海外では一般用医薬品として市販されている。 クロトリマゾールトロウチは1日5回14日間、外溶液とクリームは1日2から3回2から8週間、秩序は1日1回3から7日使用する。皮膚史上菌症、コブ白染、足白線の治療にはクロトリマゾールベトメタゾン併用も使用される。いずれも局所投与薬なので成人と小児とに投与量の区別はないが、特にトロウチでは低出性体重時。 新生児、乳児、幼児、小児に対する安全性は確立していない。加えて、クロトリマゾールは、カマジョ赤血球症に関する病態の治療にも応用される。局所投与されたクロトリマゾールは、少量が体内に吸収されるので、妊婦のカンジダ症治療に用いる場合には、有益性と有害性を比較可能する必要がある。 クロトリマゾールの主な副作用は、外溶液、クリーム、秩序では、刺激感、疼痛、熱感、発赤、後半、炎症、ラ卵、吸震等で、トローチでは、大き、嘔吐、腹痛、血清中肝酵素上昇等である。蛍光薬で10%以上に肝酵素上昇が現れるとする資料もあり、そのため定期的に、肝機能測定を実施すべきとされている。 蛍光薬過量投与で、抑うつ、検討式障害、軽民、視覚障害が現れたとの報告がある。秩序使用時に、多尿や、心出液漏出、成功相手の陰部刺激感が生じることがある。クロトリマゾールクリームと秩序は油脂を含むので、ラテックスの避妊具が破れる可能性がある。クロトリマゾール局所投与時の他薬との相互作用は知られていない。 しかし、トローチが溶けた後は、唾液と共に飲み込まれて胃から吸収され、サイプ 3A4 をはじめとするシトクロム P450 を阻害して多くの相互作用をする。サイプ 3A4 で代謝される薬剤の血中濃度は、クロトリマゾールトローチ使用時に上昇する。一部の薬剤は、クロトリマゾールと併用すべきではない。クロトリマゾールは漢字だ等の心筋の細胞壁の、 透過性を更新させる。細胞膜の臨死室に結合し、細胞膜に必須のエルゴステロールや他のステロールの生合成を阻害する。これにより、細胞間成分が失われ、細胞死が導かれる。ありがとうございます。